はい、こんにちは、こんばんは、葵です。今回は、フリープレイで来ていたカゲロウ、もう一人のプリンセスをやっていこうと思います。これ確かシリーズもので、確かこの前のこれの前のバージョンが前にもフリープレイで来てたと思うんですけど、それはやってないですね。でも確かこれの原点である PS1 で出てたあの国名館ですね、は確か結構ハマった覚えがありますね。あのトラップシミュレーションみたいな感じで、あの侵入者をいろんな罠に仕掛けてもてあそぶという、ちょっと違うかな。まあそんなような、うん、意地悪なゲームでしたね。うん、まあ僕はド S ではないので、どっちかというと M、 いやいや何でもないです。あのまあそんなような感じのゲームです。ではとりあえず始めてみましょう。多分やってないので、いいえ、そう、このダークサイドプリンセスっていうのがこれの前のバージョンで、多分それにこれですね、これを加えたのが本作だと思うんですよ。だからどうしようかな、いきなりこれからやっちゃってわかるかな。まあ行きましょう。それは世界を焼き尽くす、かつて12人、これはベルギリエさん、ん、バルギリエさんね、バルギリエさん、ようやくお目覚めになりま、お前は、私はエフェメラ、ベルギリエ様に仕えるため、あ、ベルギリエさんね、作られたオートマタ、オートマタ、あの方、マジ、うん、その言葉は私には禁じられています。いかにも、私はあのお方の意思を示し、ベルギリア様こそあのお方を復活させ、闇の人間たちの夢を悪夢へと落とし、その魂を奪う。しかし今はその力、ああ、体が思うように動かない、変態ですね。奪うのです、人間たちに悪夢を見せ、そうだったな、人、それだけでは足りません、もう一人の日、はい、どこにいる、焦ることはありません、うん、時系列はその結末、もう一人の姫を、それまで、ああ、うん、まだこれは選べないということかな。うん、1から順にやっていくしかないね。敵をすべて倒す。愚かな人間たちの魂を奪い、簡単、ここはダークサイド、人間たちの夢を捉え、ああ、よし、あ、お手本があるんだ、よし、やっていこう。お手本再生、うん、わかんないですからね。うん、小心者のオリビエさん、あ、カメラ動く、え、2連発じゃないですか。ああ、お亡くなりに。へえ。いや、これと同じことやるんですか？なんか若干引くんですけど。痛そうというか。行きましょう。魔人の
初心者のオリビエさん、うん、何でも穏便に済ませようとする事なかれ主義的な性格、うん、なるほど、よしよし、トラップマーカーがあって、あ、動かれたら困るね、はい、バツ、そしてバツ、来た、よし、物足りないね、おお、自分でやるとなるとテンション上がりますね、あ、はいはいはい、うん、全て踏みにじってくれる、うん、なんかトロフィーもゲットしたようで、お、いろんなトラップも一緒にゲットするしていくんですね、え、カレー地、残虐地、屈辱地、うん、うわ、これあれですね、ドSゲーですね、うん、自分はドSじゃないですからね、まあいい、お見事です、全ては予定だ、これで、はい、この世界、それが、はい、覚醒2に行きましょう、キック、キックってなんだ、うん、キックのアビリティは、ほほう、足で相手を好きにいたぶれる、うん、根っからのあれですね、踏みにじる、はあ、あ、これもお手本再生しとこうかな、なるほど、あ、ここで魔人の目を使おう、鷹の目のジャン、うん、うん、女好きなことが災いし、うん、周囲からは煙たがられている、なるほど、うん、キックだ、あ、一生懸命押してたけど、これあれだね、お手本なんだね、はいはい、よく見てなきゃ、刺さった、何、うわ、あれ起きたお、起きれんだろう、足に見とれちまった、さすが女好きめっちゃ点高いじゃないですか、これと同じことやんの、よし、見とれさせてやるぜ、じゃん、よしよしよし、よし、気持ちいいかい、よし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 、そして、ダメかな、物足りないね、あ、オッケーだ、仕掛け足りないな、あ、達成条件があって、あ、なるほど、今回は屈辱地が結構多かったですね、なるほど、
なんかこういうのがお好きな人はとことんハマる気が。じゃあちょっと誘導行ってみましょうか。なるほど、ノーダメージクリア、トラップを敵に当てる、スイングハンマーを含めたコンボで倒す。なるほど、ちょっとお手本はやっぱりいりますね。ちょっとデニス見てみようかな。晩兵、元は騎士の家系だったと本人は主張するが、それを証明するものはない。嘘つきだなこいつ。あ、性格悪そうだ。可愛がってやるよとか言ってる。何しよってんだよ。いったれ。あれ。そしてパンプキン、お、うわー、すごいな。あと少しで触れられたね。うん、なんか同情できないタイプが多いですね。なるほど、このままでいいのかな。とりあえずやってみよう。はい、敵の誘導、うん、トラップマーカーを挟むように移動すると撃ってくる。あ、なるほど、ここですね。来い来い来いや、来た。そしてガツン。よしよし、ってことはここで待ってた方がいいってことだね。当たんないかな。よし来た。そして、あー大丈夫、よしたんじゃないか。そしてまた待ってた方がいいのかな。来た。よし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 、行け。よし、削ったぞ。悪夢のような時間だっただろう。うん、いいのかなこれで。オッケー。すべて踏みにじってくれる。あ、C だ。なるほど。あ、ゲットしたトラップを組み直した方がいいのかな。まあこれはこれでいいとして設置いってみようか。あ、違う違う。何これ、正直村のジョルジュさん、融通聞かないんだ、根はいい男。うん、うーん、もういい人っぽいじゃないですか。あ、でもなんかムカつくって。はい、かぶれ、よろけてよろけてよろけて。そしてガーン。なるほどね、俺はまっすぐ生きたぜ。うん、やっぱりいい人だったかもしれない。でもちょっと気に入らないな。
りあえず行ってみよう。ダメならまたやればいいか。うん、君は正直だ。え、まずトラップを、トラップ仕掛けなきゃいけないんだ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、急に難易度が上がったよ。あ、おお、出た出た。まずはここに、まずこれが基本ですよね、やっぱり。ここに仕掛けて2番に、さっきの、あ、これですよ、これ、これ回転どうするんだろうな。あ、出た。これ、これ当たるかな。これでいいね、決定。よし、で、パンプキンマスクをここに仕掛ける。そして、花瓶行こうか。ここにどうだ、よし、どうだ。あ、ダメだダメだダメだ。よしよし、よし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 。ちょっと遠かったか。あ、失敗。ちょっと組み直した方がいいのかな。ちょっとね、場所間違えたな。ここだね。そして花瓶を、花瓶をここ行こう。で、いかん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 。よし、そして間違えた。しまった。あ、まだキックが使えないんだ。こっちに来い。何やってんの、ゆっくり来い。よし、よし、いいんじゃないか。そして、あ、反対に来ちゃったか。失敗したな。よし、来た。ゆっくり来いよ。来た。そしてパンプキンをかぶせる。どうだ。ちょっとネタ的につまんなかったかな。まだ蹴り足りないね。うん。どんな評価が出るかな。お、C か。まあまあじゃないかな。よし。なかなかド S トラップを満喫しました。とりあえず今回はここで切ろうと思います。ありがとうございました。